めちゃモテないサックス、ゴーゴージュンさん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様こんにちは、こんばんは、お晩でございます。サックスの近藤潤と申します。知っている人は知っている、初めての方は Nice to meet you。 はい、皆様暑い日が続いております。そう、残暑なんちゃって。それでは今日はですね、4月にやらせていただきましたジャンクサックスのライブの映像がですね、もう5ヶ月も経つんですけども、編集を少しずつやっております。ライブの時には名古屋から来ていただいたり、福島から来ていただいたり、もう遠いとこから来ていただきまして、本当に本当にありがとうございました。こんな状況の中来ていただきまして、心から感謝、改めて感謝をいたします。本当にありがとうございました。その中の何曲かを見ていただきたく、今日はその第1回目ということでご挨拶させていただきました。これ以降はですね、まあ挨拶もなく、こんなのやった、こんなのやったっていうのも出していきたいなと思ってます。それではどうぞ。さあ、今まではたくさんの曲をね、ジャズ、演歌、ラテン、いろいろありましたけど、まだちょっとやってない曲でございます。オールディーズ、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 ね、ジュンさんと呼ばれたこの1950年、60年代にかけてヒットしたポール・アンカ、ニール・セダル、コーディ・フランシス、プロターズ、エルヴィス・プロクリーン、たくさんのスターがいましたね。役者のレジね。じゃあそのオールディーズ、オールディーズをメドレーで早口言葉担当でございます。ちょっと噛むのがオールディーズメドレー、はい、メドレーでお届けしてみます。はい、テンポ早くするからね。
再開屋がね、あれ永遠にやりたくてこの人きつい。今日本当ベース担当ずっとしてるので、もうこの人本当きついんですよ。ビートを刻まなきゃいけないし、休めないしね。本当に偉いです。ボロ隊の道行ってます。はい、ベース担当になる。あと時間大丈夫？小話やってもいい？もうね、僕のライブはね、必ず小話僕やるんですね。やるんです、考えてやるんですけど、今日は5人いるんで、5人でお話をしようと思ってますので、どうかここは笑うところだぞと思いましたら大きな声で、かよちゃんとか知ってるネタやるので、知ってても答え言わないでね。お父さんと焼肉大好きな食べ盛りの子供4人の家族の会話。よし、今日は宿題やったら美味しい焼肉行くぞ。じゃあ掛け算やるぞ。21は2、22が4、23は6。いいね。西が8。おーちゃんお腹減ったよ。よしよしよし、分かった。よし、じゃあこの2分終わったら行くよ。焼肉行くよ。よし、じゃああつし2も10。としみち26。12。こうじ27。そしみのる28。じゃあ最後だよ、みんなで答えるよ。肉はジューシー。いやいやいや、よし、わかりました。肉はジューシー。本当は18だって、きっとね、凍りつくじゃないかと思ったんですけど、もう考えてね、はい、もうこんな、ほら、例えば隣の庭に囲いができたんだって。ほら、4人いればうって盛り上がるでしょ、これ。くだらないことでも。じゃあ例えば嫌な連絡は元気、嫌いな連絡は中止、好きな言葉は休憩。ほらね、盛り上がる。やましいね。ジュンさんね、はい、この辺で。あ、そうですね。喋りたいんですけどね。じゃあゴーゴージュンさん、ちゃんちゃん、また見てね。